ブリタニアはロバート・ダンカンカンパニーが1840年に初めて建造したオーシャンライナーの一隻である。ブリタニアはスコットランドのロバート・ダンカンカンパニーで建造され1840年2月5日に浸水した。キュナードラインの所有で姉妹船にアカディア、カレドニア、コロンビアが存在する。ブリタニアは比較的小型の船で 全長63メートル、全幅10.3メートル、補助用の方を取り付ける3本のマストがあった。外輪船で、エンジン出力は約 740iHP、速力は比較的速く約10ノットであった。総トン数は1154トンで、乗客定員は115人、乗務員は82人であった。諸女公開は1840年7月4日で、 ハリファックスリバプール間を公開日数12日10時間で横断し、袋では10日間平均速力10ノットを記録した。なお、その後の8月14日の公開で速力10.98ノット、公開日数9日21時間44分を記録し、グレートエースタンの記録を更新してブルーリボン賞を受賞している。同年8月に姉妹戦カデやと 同年10月にカレドニアと、翌年1月にコロンビアと合流し、4隻は乗客115人と225トンの荷物を運搬した。ダイニングレストランは上官板上の前後に長い、船室の中にあり、女性専用のサロンも用意されていた。ハリファックスまでの運賃は35気に入れ、これには飲食代も含まれていた。1842年5月11日に再び、 グレートエースタンに記録を更新された。ブリタニアは1849年3月にキュナードラインからドイツ海軍に売却されバルバロッサと改名した。バルバロッサは旧門の方を搭載しカールルドルフ・ブロミー提督の機関として1849年のヘルゴラント海戦に参加した。1852年6月にプロイセン海軍に移籍されダンツヒレ 宿泊艦として使用された。1880年5月にプロイセン海軍から除籍され、同年7月に標的艦として沈められた。ありがとうございます。